やっほー、シシレットだよ。最近話題のカラフルビーズプールっていうのがこの近くにあるらしいんだけど、あったー。今大人気だから俺も早く入らないと。俺のプールはよし、ここの赤色だな。お、なんだ、急にガレージが開いたぞ。やっほー、アンパンマン。うわー、俺がせっかく入ろうとしたのにアンパンマンに先を越されちゃったよ。ビーズのプール楽しいなー。あ、シシレットもこのビーズプールに来てたんだ。私のプールはこの緑色。よかったー、緑のプールは誰もいないみたい。あれ、こんにちは、メロンパンナです。あれー、せっかく一番乗りだと思ったのにメロンパンナちゃんがもう入ってる。もう並んでるかな、大丈夫かな。あ、シシレットにカメレオングリーンもビーズプール来てたんだ。やっぱ人気だな、俺も並ばなくちゃいけないかな。俺のプールは青色。お、まだ誰もいないぞ、ラッキー。早速入っちゃおうっと。よいしょ。わー、すごい、つぶつぶだ。お、お、なんだ、誰かが後ろから押してる。わ、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 いだだ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 、なんだなんだ。よいしょ。あ、さっき誰もいないと思ったのにいつの間にかコキンちゃんが入ってるよ。俺が並ばないといけないのか、仕方ないな。ビーズプールにやってきたぞ。うわー、みんな並んでるな。俺のプールは大丈夫かな。うわー、やっぱり並んでた。もう先にカレーパンマンが黄色いプールにいたよ。まだかな、まだかな、俺も入りたいな。おや、なんだこのガレージみたいなのは。これプールより面白そうじゃないか。よし、俺も入っちゃおうっと。わー、なんだこの狭い空間は、楽しい。お、なんだ、カジキイエローが楽しそうだぞ。俺も入ってみようっと。そっちも楽しいの。私も入る。俺は絶対次このビーズプールに入るんだ。でもあっちも気になるな。いや、入っちゃえ、落ち着くな。あ、みんな何してるんだ。みんなはガレージとビーズプールどっちが好きかな、教えてね。それじゃあまたね、バイバーイ。やっほー、またまたこのカラフルなガレージに遊びに来たぞ。おい、シシレット、なんか様子が変だぞ。え、ガレージの前にカラフルなレールもあるぞ。お、ほんとだ、前はレールなんてなかったよな。ちょっと怪しいけど気にせず遊ぼうぜ。じゃあまずは俺からかくれんぼするぞ。あれ、なんだ、ガレージの中で何かが動いてる。あ、ちょっと怖いな。でも勇気を出して開けてみるぞ。あか、うわ、大丈夫か、シレット、ガレージの中から車が飛び出してきたぞ。うわ、シシレット、シシレットがあっちへ行っちゃった。今度は私の番ね。カメロングリーンも気をつけろよ。緑のガレージは音がしてないから大丈夫そう。開けてみようっと。うわ、カメレオングリーン大丈夫か、車は元に戻さないと。あー、カメレオングリーン、カメレオングリーンまでどっかへ飛ばされちゃった。次は俺の番だな。オオカミブルーも十分気をつけろよ。大丈夫、俺は力持ちだから車なんて受け止めてやるぜ。よし、俺のガレージはここだな。うわー、おー、わー、オオカミブルー、くそ、俺のパワーじゃ車を受け止められなかった。大丈夫か、オオカミブルー、もう一回やってみるか。今度こそこの車を受け止めてくれよ。あー、オオカミブルー、オオカミブルーは2回目もダメか。よし、最後は俺の番だな。絶対最後も車が出てくるに違いない。
じゃあ最初からこうやって寝転がって車を待つかな。ドキドキするな。うわー、なんだみんな車に飛ばされちゃったのか。キューレンジャーより車の方が強いんじゃないのか。そんなことはない、キューレンジャーは4人力を合わせれば車にだって勝てるんだ。さあいつでも来い。そんなに言うならもう一回行くよ。ほらー、キューレンジャーが4人揃えば車にだって勝てるんだ。最後は顔がちょっと痛かったけど、これからも町の平和は俺たちが守るぞ。それじゃあまたね、バイバーイ。今日も自慢のこの白バイで町をパトロールするぞ。ん？変だな、近くで赤ちゃんの泣き声が聞こえるぞ。やあトラックさん、こんにちは。今日も元気かい？また赤ちゃんの声が聞こえるぞ。このトラックの近くから声がするぞ。あ、大変だ。建設トラックの上に赤ちゃんがいるぞ。しかも俺、降りられなくなっちゃったよ。助けてくれ。おーい、シュレット何やってるんだよ。うわー、危ないぞー。助けてくれー。大丈夫かー。よいしょ。あ、ちょっと待って、この赤ちゃんも一緒に。よいしょ。おー、シュレットもついにパパになったのか。いや、違うんだ、この赤ちゃんはそこの建設トラックの上に一人でいたんだよ。え、それは危ないな。俺たちでしばらく預かっておこうよ。そうだな。いやー、赤ちゃんって本当に可愛いな。そうだな、でも俺たちで育てられるかな。そうだ、キューレンジャーのみんなで順番にお世話しようよ。それはいい考えだな。協力するよ、カジキイエロー。二人は少し休んでなよ、俺が面倒見とくよ。ありがとう。えい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 。ふう、今日の敵も強かったな。確かに今回の骸骨マンはとっても強かった。おい、それより赤ちゃんが心配だな。あ、そうだったな、カジキイエローのところへ戻ろう。おーい、カジキイエロー、赤ちゃんの様子はどうだ。大丈夫だよ、今はぐっすり眠ってる。しばらく見ない間に随分大きくなったな。そうだよな、前はメガネなんてかけてなかったもんな。あ、立った。大丈夫なのか。なんだかとっても賢そうな男の子になったな。カジキイエロー、ありがとう。おい、みんな赤ちゃん育ててるんだって。今度は俺が様子を見といてあげるよ。みんなはしばらく休んでていいぞ。ありがとう、サソリオレンジ。それじゃあ俺もそろそろ戦いに参加しようかな。シシレット、妨害フル、行くぞ。おー、あとは任せた。えい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 。ふー、今日の敵も強かったな。でもこの3人が力を合わせればなんとか勝てたよ。おい、それより赤ちゃんの様子が心配じゃないか。そうだな、そろそろサソリオレンジの元へ帰るか。おー、サソリオレンジ、赤ちゃんの様子はどうだ。大丈夫、今はぐっすり眠ってるよ。おー、結構大きくなったな。そうだな、なんかお父さんみたいになってるな。あ、立ったぞ。大丈夫なのか。ほんと立派に育ったよな。おーい、みんな赤ちゃん育ててるんだって。おうしブラック、今度は俺にお世話任せてくれ。みんなは戦いに参加していいぞ。ありがとう、おうしブラック。それじゃあ俺も戦いに参加するよ。みんな行こう。おー、えい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 。うーん、今回の骸骨マンも強かったな。だんだん強くなってるみたいだな。でも4人いたからなんとか勝てたぞ。おい、そんなことより赤ちゃんが心配じゃないか。そろそろオーシュブラックのところへ戻ろうぜ。そうだな、赤ちゃんが心配だ。行くぞ。おーい、オーシュブラック、赤ちゃんは大丈夫か、元気か。おー、みんな大丈夫、赤ちゃんは眠ってるよ。ちょっと顔を見せてくれ。お、なんだこれ。どうしたんだシジレット。ちょっとみんな見えないぞ、俺にもちょっと見せてくれ。おい、おい、おい、なんだ、赤ちゃんが大きな口を開けてるぞ。
変だな。よいしょ。うわー、なんだこれ。俺が大きくなるまでしっかり育ててあげたぞ。大きいって、お前これゴジラぐらい大きいぞ。そんなに大きくなったかな。やっぱりこれゴジラぐらい大きいぞ。もしかしてあの赤ちゃんはゴジラの赤ちゃんだったのかもしれない。なんだって。もうここまで大きくなったらキューレンジャー全員で育てないとな。キューレンジャーのみんなで赤ちゃんを育てるぞ。おー、頑張るぞ。おー、大変だ、赤ちゃんがビームを出したよ。うわみんなもゴジラの赤ちゃんを育てるときは十分注意しような。それじゃあまたね、バイバーイ。